げえな。本当だ。しかしか。めっちゃしか。しかしかしか。おはようございます。ちげさん、お世話になりました。もう昨日はありがとうございます。はい、みっちーさん、おはようございます。おはようございます。もうやーべーす。いや、昨日美味しいもの食べ過ぎちゃったもんね。顔パンパンです。パンパンじゃないです。今日、僕、しげさんのちょっとラーメン、がっちり食いたいんで、うん、今日お世話になります。またよろしくお願いします。この後の動きですが、まあちょっと今日はいろいろと、チャレンジ紹介といろいろ動きたいなと思っております。ということで、行きましょう。それでは、レッツゴー。そういう感じ。コンピラさん。おう、エヴァがあって、高田屋貨幣様。すげえな。まあ、ロマンの月夜が北海道の寛大祭りと言われる一つ。何月にあるんですか？8月の今年から金土日だから、10、11、12とかそんな感じ。なるほどなるほど。露店とかも無理です。そんなに行くの？先頭からケツまでったら本当もう何キロ大行列で、街中にコンピラさんの小屋があるんですよ。おたびしょっていうんですけど、年に一度コンピラの神様が街に降りる日です。へえ。それをみんなでこう盛大に。なるほど。あそこにある、あの赤城の、あれは、はい。へえ。みんな見えてないかもしれないけど、僕歩くたびもシュエンシュエンシュエンって言っても吸い取ってるから。カメハメハなんか多分連続で打てる。食べなくてもいいけど。やべやべ。今頑張ればデスビームぐらい出るよ。いける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 。いけるよ。ピッっていけるよ。お。みこし。邪魔しまーす。うお。うお、なんだこれ。やばー。これやばいっしょ。鳥肌立つわ。
鳥肌しか立たん。すごくない？コミコスさんないでしょ。ないっすね。うお、見てこれ。根室コンピラ神社に来ました。イエス。大丈夫大丈夫大丈夫。オーケー、完璧だ完璧完璧。出まーす。なになに？これ何？おお、ちょっとやってみようか。ちゃいますよ。お、中吉だ中吉。いいじゃないですか。周りの力を得て次第にかなっていくんじゃないか。ほら、でこれお守り扱いとしても使えるんだよね。はい、ありがとうございます。しんさんと、ああマジっすか、チョゲさん、チョゲさんと、いいちゃん、ありがとうございます。もらいましたよ。あ、ちょっと待って、大事な人です。おお、来た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 。はい、エイジさんに。わかりました、しっかりお預かりいたします。ありがとうございます。機種中。さあ、また出ましょう。かっこいい。超いいじゃないですか。あ、すごいじゃないですか。工具屋さんなんだ。おはようございます。あ、こちらこそ。あ、いいんですか。ありがとうございます。かずみさんですね。いや、よろしくお願いいたします。本当に作業着がメインで。そうですよね。水産の町で。あ、本当だ。長靴の量の多さ。みんな履いてたの、こういうワークパンツ。あれ、ハーレーで乗れるこう風よけみたいなのあったりとかするんですか。あ、まあ、インナーね、いいっすね。あ、こういうの、ね、はい、あ、ほんとだ。あ、じゃあ最高ですね。あ、こういうのかっこいい。こういうのいいじゃないですか。ちょっと入ってみてください。こういうのなんだ。皆さん、こういういいやつありますよね。ぜひ、これかっこいいっす。あ、これとかあったかそう。今日は新さんいないんですね。今日いないですけど、新さん新さん派ですか。いや、そんなことないですけど、いつも一緒に来てるじゃないですか。そうそう。いや、皆さんこういうのありますんで、ぜひ室岡さんですよ、ここにいらっしゃってください。松田昌司さんに皆さんお待ちしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。2日目ですね。今も撮影とか今いろいろやってきて、もうこれからやっとですね、食べれますよ。しげちゃんラーメン食えます。しげちゃんラーメン、すごいよ。お客さんがいて、こんな感じで。うわ、カメラが曇ってる。これでオーダーしてるんですよね。俺はもう決まってるんですよ。ミルクラーメンと2つ食べる。坂口さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に YouTube 出るから、これ昨日ありがとうございました。ありがとうございます、どうも。最高です。超忙しいじゃないですか。今日ちょっとやっぱ日曜日だからね。湯気だらけで。おー、ミルクラーメンか。もう超やばいっそれ。何それ何これ。これ醤油の背脂とか。へぇ、釧路細麺だね。あ、細麺なんだ。うまい。うわ、今のグッドサイン見た瞬間によだれしか出てこないんだけど。おいしい。コージ君、どっから来てくれたんだっけ。帯広です。帯広からね。マジお疲れ様です。ありがとう。おいしい。おいしい。いや、だってよかった。何が一番好き。ソーセージだ。あー、うちのもソーセージ大好き。うまいよね。しゃべれなくなったみたいですね。カメラ回るとね。うわー、それ何。
これミルクラーメン初めて頼みました。俺は辛味噌。いやこれやばいっしょ。2個か。はい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 、ありがとうございます。なんすか。きたー俺の2食いっちゃうから。いやこれはやばいっしょ。ほんとだ、細麺。あっ、うまっ、うますぎる。ほんとにおいしい。コメントしてないけど、ごめんなさいな、うますぎちゃって。みちどう。いや、うまいっすぐらい。うまい。あったまりますよ、見てられる、最高。コショウどう。やべ、初めて食べましたけど、ミルクラーメン最高。最高。続きましてミルクラーメンいただきます。ちょっとこれバターを溶かして。これやばいっしょ、香りがすげえ。うまっ、うまっ。いやこれはね、ピーちゃんとかチョケさんとかでミルクラーメン超うめえ。シチューとかカルボナーラみたいな感じの濃さですよね。ごちそうさまでした。もう、うますぎて、うますぎていっちゃいました。目標達成焦点。ごちそうさまでした、しげちゃん、美味しかったです。本当美味しかった。そして外は雨ですね。雨です。やばい、雨降ってる。いやほんと、いや朝一番のあれだよね、走る走るってラン行くダッシャンっつってシャンシャンっつってすごいね。よかったっすね、走行動画も撮れたし。キシチューン。待って待って、突然のなんだこれ、雪？なにこれ、これなに？あ、もうなんかタイヤ滑ってません？いや、大丈夫でしょ。大丈夫。すごい状況が、すごい状況が起きております。なんだこれは。ちょっとこの、あ、いてて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 いてて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 いてててて、雪が。でもちょっと手出して、いてててこれもカメラも。すごいです。これはお前北海道満喫してこいと。そういうこと。そういうことですよ。次の車両紹介のこれ家、これこれどっからどこまでが家？ね、ここ入ったの全部彼の敷地。マジ？全部そうです。え、これだって、え、だって、え、一人でしょ、だって一人っていうか。でまあ一家。一家何人？何人？あ？何人家なの？どういうことだよこれ。どれが家でどれがガレージ？全然家に自動販売機なんか普通ねえぞ。なんかすごいところに来ました。とりあえず撮影していきます。皆さん行きます。ドーン。小川さん、何ですかこれ、お邪魔します。これ小川さん、これは小川さんの牧場を、なんて言ったらいいんですかこの大きさ。会社です。こっちが会社になるんですか。でかすぎる。そうだよね、そうなる、そうなる。俺もそうなる。お邪魔します。2階もあるんだ。うーわ、やば、コレクションやばいっすね。これラッドウィンクの、え、こんなにカラリングありましたっけ。いや、またおしゃれ、帽子とかも超いっぱいあって、カブとかもあってさ、ヘルメットもこんだけ引っ張ってさ、おしゃれやん。これやばい、やばすぎる。くー、やろう。キシチューン。はい、そしてですね、次ですね、龍の祠。はい、これ超絶パワースポット。パワースポット。そこ行ったらどんな感じになりました。ゾワ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 。あー、それはすごいパワースポットですね。皆さんこれからあの紹介しますけど、このパワースポットは荒らさないでほしいですね。本当に荒らさないでほしいっていう、本当に地元の方たちもそんなに知らないパワースポットであるんで、なんで皆さんこれ見た人は多分すごいいいなと思うので、来る際は決して荒らすようなことをしないように、はい、
なのでちょっと今から行ってきます。シャラトですよ。あ、もうこれがクッシャロコか。クッシーいる。クッシー、あ、違った。クッシー違った、これ両さんだ。クッシャロコあっちだった。クッシー、あ、クッシー、ほらほら、クッシーだ。ほんとだ、ケッシーだ、ケッシーだ。ケッシー、あ、クッシャロプリンスのすぐ近くだ。で、こっから歩いていく。ここから、じゃあちょっと歩いていきましょう。そんなに歩かせる。今行っちゃうか。じゃあさあ、長靴を履いていきましょうか。どうした、何何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 、清めてもらう。ということで、これから相当のパワースポットに、地元の人すら知らないパワースポットに今から、あ、そっち側なの、マジで本当に獣道歩いていくんだ。お、ここくぼんでるよ。本当だ本当だ。これだ、下見て歩けって。すごい道歩くよこれ。本当だ、階段とかもある。こんな大自然を歩くんだ。これは分かんないでしょ。うわ、目の前海、それ、クッシャロコ。あ、クッシャロコか。おお、すごいよ、マジか。いや、マジかマジか。うーわ、すげえな。竜頭でしょ。ほんとだ。ここが、はい、竜の頭に。ほんとだ。目もある。目がある。わかります皆さん、これ竜の、これ竜ですよ。うわ、びっくりした、びっくりした。言っては何か開けるよとか。すごい、マジで竜が降りてきてる。すごい、これまたすごい、なんか剣とかいろいろ置いてありますよ。お邪魔します。ほら、そしてパワーしかないっすね。いや、ないっすね。絶対ご利益もらって。こんなとこ見えないっすよ、これ。はい、されてもう薄のクッシャロコ。いや、マジっすね、そのクッシャロ。いや、たまらんっす。いや、すげえ。はい、ということで皆さん、これが竜の祠でございます。超神聖パワースポット。いや、すごいわ。これは本当にすごいです。あそこで釣りされてる方もいらっしゃいます。釣りです。ね、いや、ありがとうございます。北海道弟子屈町シャラコ室峠のふもとですね。皆さん、めちゃくちゃすごいんで、ぜひ道東ね、ぜひ道東にね、遊びに来てください。撮られてないようで、撮られてるからもう。鹿、めっちゃ鹿。ちょ、ビルの2匹探して。いや、鹿、すごいね。あー、鹿の親子だ。しかし、え？キシチュー！おはようございます。はい、本日3日目の朝でございます。とうとうですね、北海道の旅もこれで、今日でね、もう朝、今8時21分です。9時55分の便に乗って帰るんですけど、本当にですね、北海道の皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。北海道の人のこう温かさ、良さ、なんか心の広さ、おもてなしをしていただくというか、もう本当に何て言うんでしょうかね、本当に暑いです。こんなにお世話になってね、いいのかなっていうぐらい本当にお世話になりました。道東って言って、北海道の東の方って、ね、北海道行ったぜ、一周回ってきたぜみたいなね、そういうの言ってる人いるけど、全然それは北海道を回れてないっつってね、おっしゃってましたね。はい、一周回るだけじゃね、北海道じゃないんでね、シーズンごとにこう、僕はここのスポット行きたい、あそこ行きたいみたいな感じでね、回った方がね、本当にいいって言ってましたんで、この動画見てね、おお面白いとか、あー北海道行きたいなんて思った時はね、ぜひね、僕が今回挙げた道東、そしてパワースポット巡り、はい、
一番ね日本の北になりますからね、行っていただけるとね、この動画を皆さんにお伝えした意味もあるのかなと。はい、もうほんと最高の場所でしたね。同等ラブな感じですね。はい、よろしくお願いいたしますということでですね、皆さん本当に長い間ご視聴いただきありがとうございます。最高の思い出をありがとうございました。そして K クルーズの皆さん、今後もねよろしくお願いいたします。北海道の旅以上でした。それではまたあなたの街へ行くかもしれませんので、よろしくお願いします。またね、バイバーイ。